シチズン、レディース、ダイバー。1970年代4-66-2415Y。今回ご紹介するのは、機械式ダイバーズウォッチ、シチズン 150M ダイバー 4-66-2415Y です。リューズガード、ねじ込み式リューズ、逆回転防止付きベゼル等、本格機能が備わった、希少なレディースモデルです。文字盤はマットブラックカラー。夜光インデックスとメルセデスハンドの組み合わせ。312にデイデイトが配された、小ぶりながらも存在感のある風貌です。SS ケースは、厚みのあるラウンドフォルム。裏蓋は、防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。ラバータイプの車外ベルトを装着。国産アンティークの魅力が詰まった、ダイバーズウォッチです。シチズン。シチズンは、ものづくり精神を発揮し、揺るぎなき日本品質を追求。歴史に名を刻み続ける、信頼ある国内メーカーとして愛され続けています。操作方法。ベゼルは、左方向のみに回転します。やや重めです。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのリューズはねじ込み式です。リューズを、左回し。半時計回りに回すと締め込みが解除されます。締め込みを解除すると、そこが手巻きのポジションです。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。ルーズを一段引いて回すと、時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。デイトは、ルーズを2段引くたびにチェンジします。曜日は、針を回して調整します。サイズ、ラグ幅 14mm。ケース径は、約 30mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 36mm、厚さ約 12.5mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。